はいどうも、後藤さんです。大乱戦真っ、まあ、ただ中でね、もう次のトレマのガチャが来るっていうこの、いや、もう被せてくるね。で、まぁ、あ、今回はね、まあ、ルフィが、打ち入りのルフィが、まあ、トレマの相手で、なぜか麦わらのメンバーが特攻ということで、 で、ブルック、ナミ、サンジ、ゾロの4人で、ゾロが一番出づらくて、ナミが次に出づらいと。で、ブルックとサンジ、確定枠では56%がサンジ、ブルックか。で、44%でナミ、ゾロが出るということで、まあ5分の1でゾロは狙えると、確定枠ね。まあちょっと、 1> 第1弾、第2弾、第3弾で。で、第3弾でルッチが入ってるんですけど、まあ超すごいやつは全部持ってるので、確率アップしてるところでも 10, 10分の1で新キャラは出ると。まあ、サクッと第1弾まず30連引いていきましょう。お願いします。さあ、道中でね、1体ぐらい出てくれても、4体いるから2%ぐらいはあるかな。50分の1ぐらいでは。 一体は出そうなおうなも来てさあさあ止まるかどうかどが大事で、ここでね、一番狙い、おー、<laughs> いきなり来た。ありがとうございます。え、50分の1ぐらいが、いきなり10連できましたね。さあ誰、誰おうおうありがとうございます。まだ全然集まってないっすね。さあ。うーん、まあまあまあ。 で2セット目が確率アップ中のキャラということで10分の1ぐらいで新キャラは出るよと最後の1枚ねいや道中でいきなりブルック来ましたねこれはありがたいさあ赤髪はなしで OK ですいきましょういや来ないかで、まあ、第3弾でねルッチが出るかがどうかなので逆にこういうところでね 目玉の超すごいやつが第1弾2弾で来ると逆に悲しいのでさあここ確定枠もうブルックは持ってるんでで一番出やすいのがサンジとブルックでしょまあそれ以外の28%とかだったんで、まあ、72%で勝ちなのでね72%で新キャラがさあ出るけどなんか最近こういうのテーブルとかがね怪しさあ誰ってやっぱり。<laughs> <誰> <laughs> 道中で弾いた意味がねえ、マジか、かぶるんだ、ここ。28%弾けちゃうんだ。いやー、こういうところの弾き強いっすよね。なんでだよ。いや、短いね、動画としても。まあまあ、第1弾、第2弾、第3弾まとめてね、動画にしちゃうと思いますので、まあ、第1弾はこんな感じでしたよ、と。マジか、道中。 10連目で弾けたの意味なかったっすねはいじゃあ第2弾はここまででねつなげると思いますはいどうもとうさんです昨日と多分つなげてるかな第2弾やってきたんでねここはさあさあさあレイジュが出るとルッチが出たのと同じような引きなのでレイジュは出ないでおおこれは赤髪なさそうかなさあ第2弾 もうブルックは第1弾でおかげさまで2体も出たのでね。おー髪お、赤紙。おいきなり来た。いや、第3弾でルッチ引きで、ちょっと赤紙出すぎ。ありがとうございます。マジか、赤紙3枚も。ちょっとこういうところで、第3弾で引きよう。<laughs> よく出るねー。VS。超強いんですけど。いや、揺れるねー。はい。さあ、新加護も出て。 おーはいはい、ルフィ、おー止まったマジかありがとうございます。第2弾も10連目で来ましたね。第1弾もね、ブルックが10連目で来たんですけど、確定枠もブルックというね、もうテーブルあるでしょうって思っちゃいますけど、まあ、おー、第2弾もいきなり3時来ましたね。ありがとうございます。さあさ、20連目。昨日は20連目は何も。 なくって感じでしたけど今回第2弾も20連目ちょっと寂しくないさあさあ止まれ止まれゾロかなみ倍率高いのやっぱ欲しいけどここ10分の1で新キャラいやーいやーそっかはいじゃあ行きましょう今回新登場のキャラしかも道中もね来るかもしれないさあ 10連目で三時来て、また三時とかはなしで。まあまあ28%しか三時ないんでね。で、もう44%で勝ちと何かゾロが出る。さあ、お願いします。さあ、鏡も入って、レイジ以外。よし、まだ目玉は引けてない。第3弾で引きましょう。おお、ルフィ来ましたね。さあ誰、<laughs> は誰 <laughs> <laughs> そんなことあるまた今日も第10連目で弾けた3時が意味ねはいじゃあブルックブルック3時3時ということでマジかいやーそっかーもうそうだよね分かってればじゃあ第3弾で10あとナミとゾロを出られ5つルッチも出ればいえまあ第3弾超楽しくなりますねこれでね はあ、3時3時ね。はい。じゃあまた続くと思いますが、次、明日のね、第3弾楽しんでいきたいと思います。はい、どうも。第3弾ということで、昨日、おととい、多分動画この前につけてると思うんですけど、第3弾ガンガンいきましょう。で、ここはもうね、ルッチも出たらラッキーぐらいの形で、 いや、もう、かゾロは欲しいよね。で、確定枠で44%の確率で出るので、そろそろ出てもいいんだけどな。確定枠2回連続外してるんです。すさあ、ここの赤紙も、まあ赤紙もね、10分の1でルッチなので、ここでルッチ引けちゃえば大勝ちなんですけど、さあ、まあナミかゾロが出るまでは、 もう引いちゃおうかかなとか思ってますちょっと通知怖いのでオフにしていきましょうさあさあ2セット目いやーもう道中で止まればねーゾロかナミで決まりだと思うんですけど頼むどこまで行くかなーいやーこんなね 3セットでどっちか出て終わりというのが理想でお願い。いやー、ここもね、10分の1で新キャラ出るんですけどね、確率アップ中。さここ。ここが超大事。お願いします。いやー、どうだ頼む頼む。最高さあさあ。 うわ、止まんないかー。さあさあ、き、しうわ四 <laughs> !44% が引けねーああ、まあじゃあ、ね、超すごいやつ確定、もう10分の1で熱いんでね。まあそこまで行きますか。まあ、どうしよう、止まるかもしれないんで。さあさあさあ、止まれ止まれうおー、ルフィ。 いやー、麦わら56。さ四4セット目は <laughs>。いや、ルフィよく出るね。10分の1が引けないな。さあ、ここは超すごいやつ確定。5セット目。どうしようかな。5セット。もう次7セット目でまた酒場確定ですもんね。7。いや、道中で出ればやめるんだけど。さあ、赤髪も10分の1は期待できるけど。さあ、どういやー、 確定枠もある。いやーダメかー甘くねえさただルッチ引いちゃおうついうわ白いの見えたから一瞬確定枠ねさじゃあ7回目までは行きましょうかねまあ5セット今回はいやーブルックも引けたかここで もう三時とか弾けちゃうと1段と2段の意味がなくなっちゃうんでさあさあ赤紙三 <laughs> 時弾けたおお <laughs> マジかきた月末弾かないで正解って感じですねありがとうございますいやどうしよう いや、でもサンチもブルックも引けて、やっぱりナミかゾロが出ない。いや、どうしようかな。7セット目はもうここ確定枠なんでね。いや、もうルッチ引けたんでね。ま、行きましょう。ナミかゾロ引けるまでもう行っちゃおうか、せっかくだしね。っていうか、確定枠ここ44%だよ。もう3連続外してるから、そろそろいいんじゃないのどっちか。さあ。 もうここまで引っ張ったらゾロ欲しいけどな。うっもうダメだ。ブルックとサンジが3体ずつか。違う、ブルック4体だ。うわ、確定枠弱え。いや、でもね、8、9、10の3回か。いや、せっかくだからいっちゃうか。もうね。石も、最近ね、昨日、 ちょっとね、いろいろ、最後おまけでつけるかもしれないですけど、素晴らしい引きをしたのもあったので。いやー。いや、いや、ここで3セットプラスしましょう。ね。いこいこ100まで。てか、道中でどっちか出たら終わりね。さあ、止まれ。止まれば勝ち。止まれば。いや、でももう大勝ちだけどね。ルッチが、意外と早めに出ました。もうルフィ、お前、よく出んな。さあ、 行こう。9回目。さあ、止まれ。いやー、でも、ルッチマジ嬉しい。ありがとうございます。フェスゲン、コンプになりましたね。いやー、もうでも、ほんと、ちょっと、いい加減、ちょっと、能力だけはね、ヤマト発表してほしいなと思いますけど、超進化ね。<laughs> 聞けた確定じゃないとこで。 サンジも4ブルックも4そんな出ないいやね百10 100分の44%で新キャラ引けたら何か、ゾロなんだけどなサンジとブルックさあここ確定止まっうわどうちゅうねえかさあ来いよしありがとうございます 波はなしでしょうがない。いいでしょう。はい。じゃあもう今回のね、第3弾は、まあ勝ちは勝ちかな。100連引いた。第1弾、第2弾の意味がちょっとなくなりましたけど。まあご視聴ありがとうございました。まあよく弾けましたね。いやルッチがとにかく、いや、よかった。まあ100連しましたけど。 まあまあ、ゾロとルッチ引けた第3弾は勝ちということにしましょう。いやー、4体ずつだね。また混ぜていきましょうか。ご視聴ありがとうございました。はい。なんかね、ヤマトの超進化が属性変化するということで、まあちょっとローがね、ラストタップ4なので、もう1体引きたいので、第2弾をおまけでちょっと 11セット目から15セット目まで引こうと思って引きますが、おお、赤紙、やっぱ15%すげえな。でました。おお、2枚、ありがとうございます。いや、ローが来てくれればね、いやー、いやマジで、一発目。おお、ヤマトだ。6体目。うわ、ありがとうございます。じゃあもう、ラストタップ、この、 王を超進化させて、まあ子属性も王キングも来ましたね。マジか、もう物欲なくなると山田っさり来ますね。まあこんなもんですよね。いや。